将棋パズルは、将棋の番と駒を使用したパズルである。盤上に駒を並べる問題や、駒を動かして、位置を変える問題などがある。条件に従って、将棋盤に駒を並べるパズルである。代表的な問題として、聞かずの駒並べという問題がある。他の問題としては、一種類の駒を他の駒の利き筋に入らないようにできるだけ多く配置するという問題がある。 チェスにおけるエーットクイーンと同等の問題である。駒を動かして、ある配置から別の配置にする問題。代表的な問題として、最初の駒配置から飛車と角を入れ替える問題がある。特定の局面を示し、初期からその局面に至る手順を求める問題を、プルーフゲームという。もともと、チェスプロブレムの用語であり、チェスでは多くの問題が作られている。将棋においては、 持ち駒の存在やなりの有無などから一位回にするのが難しくあまり問題は作られていない。推理将棋はプルーフゲーム同様特定の局面に至るまでの手順を求める問題である。推理将棋においては最終局面は示されず N 手で積んだ角はならなかった等のヒントからすべての手順を求める。推理将棋の例題を一問示す。プルーフゲームや 推理将棋の指し手はルールに従う。つまり、二歩などの反則になる手や玉が自らとの駒の、利き筋に入るような手は禁止されている。ルールに従っていればどんな握手を指してもよい。ありがとうございます。